の打席はレフトフライに倒れています。カープビハインドで迎える最終回です。赤星さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。そうですね、まだまだ諦めるような点差じゃないんで、しっかりつないでいってほしいですよね。この最後の攻撃、ドラマを。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。レフトが取りました。打席には5番バッター秋山。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。際どいコース外れました。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁。バッターボックスには代打の坂倉。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。ランナー走りませんね。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。ナイスセーフ。盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。そうですね、いい走塁でしたね。さあチャンスになりましたよね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。ファウルです。チェンジアップには反応しません。ボールです。ファールボールです。ライトへ、これは大きな打球。ここは打ち上げています。セカンドランナータッチアップ。2アウトランナー3塁と変わります。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。ランナー進みましたから、とりあえず最低限の仕事はしましたよね。さあそしてこのチャンスで打席には7番のデイビー入っています。こういう場面で初球から簡単にストライクを取れるのはボールに自信があるからでしょうね。ああそうですか。ライトへ、いいところに上がっている。最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。カープ痛い敗戦となってしまいました。とても緊張感のある引き締まった内容となりました。あと一歩と残念ではありましたが、いい試合だったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。